8月19日の記者会見以降、多くのメディアが一斉に変更した羽生結弦さんの故障、表記。この日語られた羽生さんの言葉から、さんと変更するべきか、選手と続けるべきか迷うファンの方々もいらっしゃいますが、ある記事が話題となっています。7月に開催されたプロ転向に向けての決意表明記者会見の中で、競技者とプロとの認識について羽生さんは、正直、僕の中では線引きがとても難しいなと思っています。競技者としてのアスリートなのか、プロとしてのアスリートなのかについては、すごく線引きが曖昧。僕がここで、プロになりました、と言ったら、プロなのかと言ったら、そういう世界なので、そうとしか言い切れない。でも、僕の気持ちとしては、そんなに大きく変わったつもりはないです、とフィギュアスケーターとしてのプロ転向の違和感を語っています。また、なんか不思議ですよね、フィギュアスケートって。現役がアマチュアしかないみたいな感じで、すごく不思議だなと思っています。甲子園の選手が、甲子園優勝しました。プロになりました。それが引退かと言われたらそんなことないじゃないですか。僕はそれと同じだと思っていて、むしろここからがスタートで、これからどうやって自分を見せていけるか、頑張っていけるかが大事だと思っていて、そういう意味では、新たなスタートを切ったなと思っています、と疑問を打ち明けてくれていました。これについて、スポーツジャーナリストの二宮清純氏が試験を投稿。羽生さんの語られた言葉たちから、アスリートという肩書きにこだわりがあるように感じた二宮氏は、プロ転向と同時に故障、表記が、選手から、さんに変更されたことに違和感を感じていました。多くのメディアは、これまでプロ転向をしてきたスケーターの方々と同様に、一斉に、羽生結弦さんと表記していますが、ファンの方々の中には、二宮氏と同様に違和感を感じ、これからも羽生結弦選手と呼んでいきたい、という方々も多くいらっしゃるのが現状です。二宮氏は、羽生選手の現在の立場は、客観的に見れば、プロのアスリート。ならば故障や表記は、選手でいいのではないでしょうか、と持論を展開し、メディアを扱う者として、故障、表記の統一性を呼びかけていました。そして、投稿されたこの記事の最後には、さて羽生選手本人は、どちらを望んでいるのでしょう。羽生選手か、それとも、羽生さんか。一度、機会があれば聞いてみたいものですと、羽生さんの思いを大事にしたい気持ちからの、愛のある言葉で締めていました。この記事を目にした多くのファンの方々からは、選手の方がしっくりきます、などの賛同する意見に対し、プロになったなら、3が妥当、との意見、さらには新たな表記を提案するものが寄せられています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。